準備をしております。整うまでもうしばらくお待ちを。敵の盾や兵器、破兵が効果的だろう。なんだ、この策は成功させたんだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。そうはいくかよ。そなたの働き、軍中随一よ。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。いくら金が当たってもな、家計を止められないんじゃ意味がねえ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。整いました。廃止のため戦い抜く。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。いらっしゃい。
毎度どうも。おや、実は、おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？敵の家系で盾や兵器が燃えている。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。
いらっしゃい。毎度どうも。あの補給部隊を撃ちましょう。堅牢な陣も補給がなくては保てませんから。総人様の陣へ物資を届けるのだ。急げ。Hold on!
その力どうやって身につけたんだい。なんとか補給を立てましたね。これで八門金鎖の陣にもほころびが出るはず。よし、成功したぞ。おお、よくやってくれた。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。ここで敵の援軍とは厳しいですね。爆城を叩けば止められるかもしれません。確かに兵器があれば攻略に役立ちます。敵も簡単には渡さないと思います。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。調子行くぞ。はい、深くを取った。よもや兵器を敵に奪われるぞ。ここまでか。まさか兵器を奪われてしまうとは。どうやって身につけたんだい。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金鎖を攻められます。曹操軍に食らわせてやれ。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。攻撃するのに効果的な場所はあの辺り。まずはそこまで兵器を移動させないと。この八門金鎖何人にも破る。すべてを跳ね返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。一軍を攻めてすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に攻めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。
劉備軍の兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が。破壊されたぞ。どうなってるんだ。よし、成功したぞ。おお、よくやってくれた。しずい、バクジョあたりからチョロチョロと。確かに八門金鎖を崩す障壁になりかねない。バクジョ前の敵を一掃してしまいましょう。この友、守備を固めよう。よし、受け入れ、どんどんってな。城の前の敵はいなくなった。いやー、消したぜ。よし、いけいけどんどんってな。大事のため、戦い抜く。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。まずは進行を防がなければ。鍵の戦法を撃破しましょう。劉備軍相手に策など無用。力押しに潰してくれる。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。すごい、なんて強いんだ。劉備軍がここまで強いとは。撤退する。先手を取れればと思ったが、どうやら敵を侮っていたようだ。よし、成功したぞ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。
これでひとまず本陣は安全です。では進みましょうか。
もの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。なるほど、腕に覚えがあるようだな。進軍せよ、我らも援護に回るのだ。厳しいってことだけはよくわかるぜ。超支流怪我して敵は強いようだな。けれど拙者たちだって負けていない。貴様らは総人様の術中だ。盾兵進め。平家部隊攻撃を続けよう。
自分はそう思考。戦いが望み。せぬぞ。見るとならん。クリア。我が鉄壁の巨人を破ったか。何を最後の盾とし、打ち払わん。敵が有利か。逃げ出したい気分だよ。我らに立ち向かうとは愚かな。思い知らせてくれる。槍と兵器の部隊が相手だ。厄介だな、うん、隣が剣を持った部隊なのが救いか。超支流、はい、なるほど、腕に覚えがあるようだな。進軍せよ。我らも援護に回るのだ。踏み込んできやがったな。踏み潰してやる。盾を構える兵庫、兵器の部隊だ。しかも隣接する兵庫も様々。ここを崩す相当難しい。全力で当たらないと。これでは陣が持たぬ。八面金鎖の一角が崩れた。さあ、この機を逃してはありません。敵は強いようだな。けれど、拙者たちだって負けていない。武装軍を撃退できたか。上将、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てたのは何より。しかし曹操はこの程度では諦めないでしょう。かような貨幣で曹操。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうか。ちょっと待ってくれ、兄者。曹操軍の
追撃。この白暴派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。進め！劉備軍を蹴散らし艦上を落とすのだ。皆奮起せよ。我ら劉備殿の盾となり敵を退けん。艦上攻略はならぬか。悔しいがここは引かねばなるまい。大使のため戦い抜く。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。分裂がいる限りここは抜かせん。さあかかってくるがいとったり。さすがです。
その調子でお願いします。どかつ拙者が未熟でござった。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ここで終わるわけには。すみませんが、先に引かせていただきます。廃止のため戦い抜く。その勢い誰にも止められますまい。せぬぞ。指示を出す者がいなければ軍は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が撃たれてはこの先の策はなりません。敵を打ち払わねばなりません。私たちで守るぞ。我らの狙いは敵、なるべく多くの敵を巻き込めれば。ここは我々がおとりとなりましょう。敵を引きつけ家系の範囲へ吸い込むのです。この調子で誘導するぞ。
ついておくか。狙うはあの木だ。行くぞ。相変わらず半端ねえな、ジョーンドロン。いろんなんで手入れが来るぜ。あやつを撃てば流れは変わるか。よし、どうぞ。ここまで引き寄せれば十分か。あとは敵を足取りしなくては。もはや世話見せぬ。曹操軍の将兵よ、この趙子龍が相手だ。大使のため戦い抜く。さすがです。その調子でお願いしますよ。王様、敵軍の誘導に成功したとのこと。さすが趙雲殿ですね。これでより多くの敵を家計に巻き込めます。来た。行くならこっちの道だ。さっさと進もうぜ。今横っ腹を突かれる。家計がならぬ。みんな、めくる敵を打ち払うのだ。その働き、雲中随一を。言うとならん。敵は引いたか。これで家計の触りもなくなったであろう。今日はダメだ俺。調子いい時にまた頼むわ。敵将討ち取ったり。大使のため戦い抜く。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。相変わらず半端ねえな、ジョーンドロン。いろんな意味で震えが来るぜ。ですね。近く。ようこそ。今後ともご贔屓に。
おかげで村民の避難は無事終了しました。協力心から感謝します。伝令、ビジク様が村の民の誘導を開始、民は続々と避難しているとのこと。うまくいっているようですね。避難が済めば広げられます。よし、成功したぞ。相変わらず半端ねえな、チオウンドの。いろんな意味で震えが来るぜ。民の動きが妙だ。あの辺りを調査する。この異変、殿の耳に入れておかねば。至急、伝令を送れ。守りは我らが受け抜く。決して何者にも抜かせはせぬぞ。将軍、長子竜、申し訳ございません。クソ、役目を全うできないとは。俺が死んでは曹操様へ報告が。いかな謀略を巡らせているか、この右軍則が直に問いただそう。敵に策が漏れることはありませんね。あとは準備に集中するだけです。敵将討ち取ったり、大使のため戦い抜く。そなたの働き、軍中随一よ。相変わらず半端ねえな、チオウンドの。いろんな意味で震えが来るぜ。家計の支度はあらかた終わったみてえだな。そろそろ俺様の出番だぜ。大使のため戦い抜く。いいぞ、この調子だぜ。敵の家系だ。
俗な手を使いおるわ。きれいに、またしても不覚を取るとは。だが次こそは貴様らを叩き潰してくれる。みんなさよ、ちょっと言いました。これで早速諸葛亮、お前の手腕。おめえこそ真の三国武将だぜ。諸葛亮、ついに曹操の本隊が慶州へと攻めてくるようだ。曹操軍の追撃を受け、味方は総崩れになってしまったか。はい、多くの民が劉備殿を慕い、共に南へと逃げています。その軍列とも呼べない人の群れを狙われたため、我が軍は散り散りになってしまいました。劉備殿のご家族も見失ってしまった。何としても探し出し、お救いしなければ。しかし敵はすぐそこまで迫っています。捜索に向かわれるのは危険かと。危険であろうとやらねばならない。それが私の務めだ。官兵、私は劉備殿のご家族を探す。お前は港河口へ向かうのだ。劉備殿のこと頼んだぞ。はい、承知しました。趙雲殿、どうかご分を。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。劉備殿、曹操から逃げ切らねば。今だ。貴様一人で俺たちの足を止めるつもりか。そこでへでもねえってんだ。この英気と長気の本気見せてやら。河口と日朝領まで、これでは橋を塞ぐどころではありません。死ぬ気で守れ。お前ら一歩も下がるんじゃねえぞ。長妃様、ご無事でよかった。私も一緒に戦います。いい、おめえは先に逃げろって。その来てくれたことは嬉しいよ。あの方たちの雰囲気、なんだか怖いです。敵の杖は油断すんじゃねえぞ。シャニムにあがきおるわ。格を取る前に引いておくとしよう。
くやってくれた。ヒュート、飛行の分を研ぎ澄ましたか。ここは引かせていただこう。奴らの襲撃は一旦止んだみてえだな。盾持ってこい。橋の上を塞いじまうぞ。よっしゃ、こんなとこだな。これで曹操軍の連中は橋を通れねえだろうぜ。大使のため戦い抜く。いいぞ、その調子だぜ。救われました。実はアート様の所在について聞いたのです。なんとか救い出してくだされ。大使のため戦い抜く。すごい、なんて強いんだ。
で勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。半身我が元へ塗り込んでくるか。万有か。わしが見定めてやろう。ねえ、曹操様に意地悪しに来ただか。んなの、おいらが許さねえぞ。どうせ。You
層が真を揃え、核の力をつけるとは。劉備、奴もまたわしと並ぶ英雄よな。太子のため戦い抜く。曹操様が退却された。そんな、俺たちはこれからどうすれば。Yes.